おはようございます。あ、キイちゃんおはようございます。おまたさんおはようございます。ありがとうございます。なんか寒い。あ、スカイさんおはようございます。沖縄も寒くなりましたよ。もうみんなこう寒いですね今日。鈴木さんおはようございます。うん、今日寒い。すごい。あ、山天さんおはようございます。ありがとうございます。だんだん人が集まってくれてます。座り込みさんとするこの辺が仲いい子かな。そうですね。行ったらいいんですけどね。まあ昨日よりはちょっと集まってる人数は少ないですね。ともさんおはようございます、ブルーロータさんおはようございます。赤根さんおはようございます。石森さん、おはようございます。あ、月さん、おはようございます。じゃあ、赤さん、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。桜井さん、おはようございます。昨日、おとといは雨が降って、ビニールシートをかぶっての行動でしたが、大変ご苦労様です。体調崩してないかが気になりますけど、チャンチョウさん、おはようございます。それでご用心ください。さて、昨日すごいことがあったのでまず確認しましょう。水曜行動で、那覇で1000名2000名の尾長支援の仲間たちが結集する中、ここにも朝7時で500人を数える大行動になりました。そして雨の中粘り抜いて午前中誰一人立たないでついにこの後の水曜日の講習を全部止めることができました。みんなで力を合わせば講習を止められることが分かった。そしたら昨日
うるま市の皆さんがやってきて、早朝バスを出してやってきました。56名、すごかったです。水曜行動の翌日、木曜日は数が減ってちょっと心もとないんですが、昨日彼らがやってきたおかげで180人くらいの勢力になって大行動になりました。それでうるまの皆さんの提案はこういうことでした。水曜行動を週2日に広げる、その努力をうるまがやろう。毎週木曜日朝6時には来るという話をしてくれました。おお、すごい。それで私たちとしては、機動隊出てきました。週2日の行動は年が明けてから定期しようと思っていました。年内は水曜行動を定着させる水曜行動を定着させることで頑張ろうと思いましたが、うるまがこう言ってくれるんであれば、年内にも週2日行動の提案をしようというふうに思います。ぜひ協力をしましょう。40分後ごしっくりは来ますからね。ここに全部釣れますね。じゃあ私たちとにかく週2日行動、6日間のうち2日しまったら3分の1、10年の3分の1は3年半ぐらい、工事は10年かかると言いますから、2日間止めれば工事は13年半になる。週3日半分止めたら、これはね、2倍になっちゃうんだな。10年の工事が20年かかるってことになる。おー、そういうことでしょうか。工事はできないわけですよ、これ。完全に止めないまでもですね、私たちの週2日行動、3日行動が実行されれば、これ工事できなくなります。ぜひその危害を見せたいと思います。ただ私たちがこうやってギリ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 音を立てて戦いを強めていけば、向こうもその抵抗するでしょう。しかしどう考えても沖縄の基地とそこに放水車を出したりガス弾出したりしないでしょう。出せるなら出してばと言いたくなりますが、しかし雨のことだからやりかねないですね。上から水をまいて真冬に私たちをずぶ濡れさせて追い出すかもしれない。しかしそういうところまで引き出せるなら、むしろ戦いは私たちの側に大きに動いていくことでしょう。前県から奮い立ってくるでしょう。そういう戦いが今予定されているというか、そういう動きになるのかな。緊張と、そして絶対負けるかという吹き上げるようなエネルギーで体が締められているはずです。頑張っていきたいと思います。じゃあ今日もこれから始まりますが、体に気をつけて。初めての試みをやってます。多くは語りませんが、皆さん気をつけて、足元気をつけて、引っ張れた時にその引っ張るやつにあまり、自分の体が触れないようにしてください。やつらの顔色が見てみたいと思います。昨日はブルーシートを頭からかぶって撤退光線、やつらもまぐついてた。岩井さん、おはようございます。そしてどうしていいかわからんって感じですけど、やっぱり力づく。ブルーシートを両側から捕まって引っ張かす、そういうことですね。誰かが一人ブルーシートの端っこの縄に首を巻いてて、そうしたらこれ丸ごと首もあーあーしてた。そしたら危ない危ない、機動隊同士でこれやめろやめろやめろってこう止めたんですけど、しかし皆さん、そういうことはお互いも気をつけましょう。兄さん、おはようございます。やる気がないように、一日で終わるわけじゃないですから。これから何ヶ月続くか戦いか分かりません。怪我は自ら怪我を招くようなことは控えましょう。ぜひお願いします。毎朝の確認事項ですが、機動隊に抜かれるとき必要以上の抵抗は体を痛めることになります。これは限界だなと思ったら力を抜いてください。そして引かれてください。また明日もありますから。ギラテさん、ここに怪我してるのは屈強な男たちが一番怪我してます。抵抗が強いので、勢い機動隊の反撃というか機動隊のごぼう抜け強くなります。そういう意味ではぜひ、初めての方もいらっしゃると思いますが、大事にしてください。うるまの皆さんが先週やられた時の、事故はあまりにも強い腕組みを剥がそうとして
剥がそう、右手で剥がそうって左手は体を押さえたんですね。てこの原理ですから、引っ張ろうとこうなります。こういう人だけ引っ張り方をしたから、この左手があばらを押しつけてあばらが折れちゃった、こういうことでした。ですから、あまり激しい抵抗するとですね、剥がそう剥がそうするのに手が脇腹かかっていて、こうする瞬間にあばらやられたということでした。気をつけましょう。それから、バタバタ暴れると押さえつけます。後ろからでも押さえます。首も押さえるし、体も押さえます。この間、背骨を折られた方は押さえられて、肘攻撃、膝攻撃をされて、上から背中から押されて背中の骨を折れるという大変な事故です。今、脚立に乗ってる人によく似てるんですけど。だからそういう無理はしないようにですね、体の大きい人ほど、力の大きい人ほど抵抗が激しいので、そういう事故に遭いがちです。だから無理だと思ったら引いてください。引いて抜かれてください。大丈夫です。ここでやりすぎると怪我の原因になりますので、そのことを気をつけましょう。それから一番怖いのは、ここに膝を乗せる、これ何人もやめてて、私の知人は友人は手術をせざるを得ないぐらい首をやられました。それからいつもここで世話している花城君、心臓にももう限界が来て、ここに立てなくなっています。あんだけ屈強な体をしていますけど、もう体に大きな負担がかかって、ここにも立てなくなっています。だからこの攻撃だけ目撃したら、必ずみんな声を上げてください。やりすぎだ、膝攻撃をやるな、やめろと言ってくださいね。これは最近やらせていませんけど、とにかく やったら声を上げるということです。それからこの間ずっと言ってるのは、女性たちの足を引っ張り出すことは絶対出さない。これは皆さん確認してくださいよ。で、女性の体そのものが人権の塊だ。女性を両足捕まえてバタバタして引っ転くなることは絶対出さない。これはレイプそのものだ。気取ったんたちを言ってあります。そしたら昨日から足を丁寧に持て、丁寧にやれ、丁寧にやれって言ってますね。皆さん聞いてくださいよ。丁寧にやれ、丁寧にやれ、許しちゃいませんよね。女性運動の根源の方いらっしゃいます。今日は激しくやるでしょうけど、女性の頭を股裂きにして両方から引っ張ることが平気でやられてたんですからね。そういうことは絶対さ、あの経験恥を知れということで抗議をして、今やりません。それから怪我はさせないということを言い続けたら、頭だけはやらさないから、頭ということで機動隊が抱えるようになっています。そういうことをやっていること、彼らを見ているとですね、やっぱり人のことだと思います。我々が言っていることを少しずつ少しずつ守ってきている、分かるようになっています。そういう意味では声を上げなきゃなりませんね。声を上げましょう。暴力はしません。それから今までは引っこ抜くふりをして膝攻撃をかけてずっとね、これ機動隊言い続けますからね、これはやってはならない行為です。危険行為です、ね、そういうことですから、さまざまとにかくここでのやり抜きも選手をしながら頑張りをします。いいですね。じゃあということで開きます。ヤス、ミスターヤス、ツッキーのダストさん、ごめんね、長すぎて呼べんけどあ、来てくれるとありがとうプルテクタ楽しみな見せてね。もうトレーダーも確認されています。もうすぐ来ますね。ヤスさんの歌の後で、もう始まります。でもトレーラーはもう確認されてますから。あ、菅さんおはようございます。ありがとうございます。もう来ますね。おはようございます。ちいさんおはようございます。ありがとうございます。頑張ろう。座り込めここへ、ここへ座り込め、腕組んでここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ潰された、揺さぶられ潰された、隊列を立て直す時は今、腕組んでここ座り込め、座り込め、ここへ、ここへ座り込め、歌歌え、歌歌い、ここへ、ここへ座り込め、揺さぶられ潰された、団結を立て直す時は
座り込め、引きずられ倒れても進むべき道を行くときは今温かげ、ここへここへ座り込め、ここへ座り込め。頑張ろう。時の歌いきますね。そうそういきます。それからあと一つ注意しなきゃなりません。強制警視庁が入ってます。警視庁と沖縄県警の服は一緒なので分かりませんけど、雨が降ると雨がっぱがある。さすがにこの雨がっぱだけは取り替えなくて、警視庁は後ろちゃんと警視庁と書いてあります。警視庁と書いてある、見えます。警視庁の最近のやり口は岩井さん、そうですよね、本当本当。まあ、たまにちょっと気合い入りすぎて、片付いてという、ごめんね、片付いてしまった時です。あー寒い、我々が片付けられた。今日すごい寒いでしょ。残った残務処理のような仕事になると警視庁がどんどん入ってくるんですね。これね、ひどいじゃない。本体の動きはやらないで、仕事が終わりそうになったら警視庁がやってきて、寒いやってるかのようにやるわけですね。ただ飯ぐらいはこれいくらなんでもやりすぎだろうということで、ラビットッツおやさん、形だけやろうとする。ふざけた話ですよ。だから沖縄県警にはそんなバカげたことが盛んだ。ありがとう。君たちができるんだから警視庁出すな、こう言ってます。だから警視庁帰れっていうことは、いつかあきさんおはようございます。俺は警視庁のぞこに取り下げる警視庁だ。よいしょ、出ろー、ボクシング、帰れ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 。なんでこれだけの風でこんだけ県警気をかけるからもうおかしいなしてたから、最後になんで警視庁出てくるんだ。アリバイだろこれ。俺たちもやってるってアリバイされてんだろ。これしかないのか。え、あの高級リゾートをそれに行ったらお飯食ってスタッフのベッドから出てくる。君たち機動隊の調子で午前に寝ておにぎり切ってこのチリだろ。ここで持ってやれよ。やってるのにデタラメやりたいほど許せない。警視庁行かせ。だから警視庁がでかい通するから清水さんになるんだぞ。昨日皆さん、警視庁があまりにもでかい通するんで開催した時みんなと追いかけた。警視庁バカの顔です。昨日200名の警視庁が来てた。皆さんありがとうございます。はい、始まりました。走ってみてください。いいですね。警視庁のグループを出すのよ。交通の妨害となるような方法で寝そべり、警視庁、悪すぎたら危険で、交通の妨害となるか、道路交通法の道路における禁止行為に該当します。そして最後の一番の後ろ側県警をさせて、鈴木さん、ありがとう。警視庁がやってくるというこういう感じですよ。皆さんが警告に従わず座り込みなどの違法行為を継続した場合、警察では周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため、中ちゃんおはよう、指定を行います。始まったよ。沖縄県警とは協議もできます。ゲート前で交通を行って皆さんに報告します。警視庁の延長わからない。警視庁の延長もらえばわからない。交通の妨害となるような方法で寝てくる。県警ダンスの再三言ってるよ、聞かない。大変危険で交通の妨害となるほか、道路交通法の道路における禁止行為に該当します。やんでたスピーカー、速やかに歩道など安全な場所へ移動してください。
皆さんが警告に従わず座り込むなどの違法行為を継続した場合、警察では周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため部隊により指定を行います。県警はただいまの時刻午前6時52分、もう基地建設はできないんですよ皆さん。そうだ、できないことわかってる。だから警察にはですね、ご覧抜きするならやりなさい。ああ、そうですよ。あんまり警察がですね、目つき悪すぎますね、あいつは。なんだろ、警察が政治的な仕事じゃダメです。だから暴力的になっちゃダメなんですよ。いいね、警察の道路交通法の道路における禁止行為に対応します。君たちの親やおじいちゃんたちを買うだろ。速やかに歩道など安全な場所へ移動してください。今日はあの日本線の帽子のやつですね、みなゆか顔が来てません。すごい目つき悪いやつ、なんかみなゆか顔のが増えてます。周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため50号路により指定を行います。やがて式が入ります。後ろが開きました。やがて来ます。繰り返し、座り込めここへ、ここへ座り込め、腕組んでここへ、ここへ座り込め、さぶられ潰された、隊列を立て直す時は今、腕組んでここへ、ここへ座り込め、座り込めここへ、ここへ座り込め、歌いたいここへ、ここへ座り込め、揺さぶられ潰された団結を立て直す時は今、歌うたいここへ、ここへ座り込め、座り込めここへ、ここへ座り込め、温かげここへ、ここへ座り込め、引きずられ倒れても進むべき道を行くときは今、温かげここへ、ここへ座り込め、ここへ座り込め。繰り返し、名護警察署からゲート前で沖縄が開く戦意を拒み、平和に生きるため、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、守り抜くために明日に迫るが、立ち止まりはしない、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、高いの森を抜くために、スクラム固めよう、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、該当します。今こそ
ち上がろう。今こそ奮い立とう。一夜沖縄が開く。おい、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ。おい、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ。怪我させるなよ。出させるなよ。ゆっくりやれ、ゆっくり、ゆっくりやれ。ゆっくりやれ、ゆっくり。おい、ゆっくりやれよ、ゆっくりやれよ。おい、女性で引っ張るな、引っ張るな。おい、折れるぞ、折れるぞ。おい、ゆっくりやれ。おいおい、ゆっくりやれ、怪我させるなよ。おい、怪我させるなよ。作動上危ないんで外しますよ。お前言ってることとやってることが違うだろ。外してもらえますか。外しますよ、外してもらえますよ。外しますよ。作動上危ないんで移動してください。自分は出してますか。おい、ゆっくりやれ。痛い、ゆっくりやれ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 。引っ張ると頭強くなる。引っ張ると頭強くなる。引っ張ると頭強くなる。頭気をつけよ、ゆっくりやれ。見てください、こいつらふざけやがる。
おい、引っ張ったら怪我するよ、怪我するぞ。おい、女性だぞ、ね、どこ座ってんのか。おい、女性だぞ、どこ座ってるの。暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ。ボールやめろ、ボールやめろ、ボールやめろ、ボールやめろ。おい、腕折るつもりか。おい、暴力やめろ。暴力やめろ。おい、
ボール決めろ。おい女性だぞ。避けるね。ゆっくりやれ、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 頭打つよ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、戻ってきた、戻ってきた、ボール攻めろ、ボール攻めろ、ボール決めろ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれよ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 、怪我するよ、ゆっくりやれよ、ゆっくりやれ、ゆっくり、暴力反対、ゆっくりやれよ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれよ、おい、やめろ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 
暴力やめろ。やめろ。暴力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 やめろ。やめろ。暴力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 やめろ。おい、おい、怪我するよ、ほら。おい、切れるよ。痛い痛い痛い。切れるよ。おい、手切れるよ、手切れるよ。手切れるよ。手切れるよ。あ、ゆっくり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 やれよ。ゆっくりやれよ。ゆっくりやれ。ゆっくりやれよ。怪我するよ。ゆっくりやれ。ゆっくりやれよ。ゆっくりやれ。ゆっくりやれよ。怪我するよ。危ない危ない。押したら痛いよ。はいはい、はい、ゆっくりゆっくりだ。ゆっくりやって。もう危ないからやめてやめて。おい、ゆっくりやれ。ゆっくりやれよ。ゆっくりやれ。おい、撮影してるだけだろ。撮影してるだけ。撮影してる、早くカメラも大丈夫するな、バカ野郎。ゆっくりやれよ。ゆっくりやれよ。頭気をつけれ。頭気をつけれよ。ふざけるなよお前ら。防衛聞くわ。黙れ。
車両が入ります。道を開けてください。車両が入ります。道を開けてください。ゆっくりやれよ。ゆっくりゆっくりゆっくり。怪我させるなよ。ゆっくりゆっくりゆっくりやれよ。ゆっくり、あ、怪我させるなよ。怪我させるな。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。無理はしないでください。ゆっくり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 やれゆっくり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 やれあっちら黙れやった。車両が入ります。口を開けてください。これが防衛局です。マスクするなよ。あ、堂々とやれよ。マスク取って、あっちらあた。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。おい、危ない危ない。おい、後ろ後ろ後ろ。もういいだろう、邪魔ならんだろう。おい、ゆっくりゆっくり、おい、ゆっくりやれ、ゆっくりゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ゆっくり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 やれ、ゆっくりゆっくりやれよ。
甘いですだけを話してください。はい、もういいよいいよ、4名でも飛ぶんじゃないか。行くし報道となるわ、報道でネット通り報道となるわ、ゆっくりよ、ゆっくりやって、ゆっくり最後上上上上気をつけてよ、上上気をつけてよ、上上上上上気をつけてよ。別に危ないですよ、降りてください、危ないですから降りてください、怪我しちゃいますんで降りてください、危ないですから、怪我しちゃいますよ、ご自身で降りてください、ご自身で降りてください、危ないから降りてください、我々は脚立の上危ないですよ、降りてください、危ないんで降りてください、ほっとけ、触るな、女性を触るな、降りれますか、ああ大丈夫、触るな、ほっとけ、ご自身で降りてください、ちょっと危ないですよ、危ないですよ、ちょっと危ないですよ、危ないですよ、おけがされちゃうんで降りてください、自分で登ってるんだ、お前ら責任なんてないの、お前らしかって責任ないの、お前らしかって責任ないの、誰も来てよ、サーブだ、ご自身で降りてください、お怪我しちゃいますよ、お怪我しちゃいますよ、降りてください、怪我しちゃいますよ、降りてください、おいおい、そんな女性触るな、お前女性触るな、触るな、ほっとけ、ほっとけ、もうほっとけ、ほっとけ、ほっとけ、なんで、なんで気がするの、触るな、お前が触るな、お前女性触ってるだろ、変態や、
おい、マーランド触るな、ゆっくりゆっくりゆっくり、撮影してるだけだろ、気にするなよお前。うわーって人来るから気をつけてお前ら。ここ通り道になる、もう下げて出さないよ。どけよ。ものすごい人来るよこっち、気をつけろよ。もう許さないんじゃない、これ危ないんじゃない、これ下ろしたほうがいいんじゃない、もう終わったら、終わったら降りるから大丈夫だよ、大丈夫、自分で降りるから大丈夫だよ、降りてすぐ降りる、終わる、終わる、すぐ降りるよ、大丈夫だよ、危ない危ない危ない、カメラカメラ、あー、電車が来ない、電車が来ない、やめろやめろやめろ、電車が来ない、決勝帰れ、決勝帰れ、決勝帰れ、
警視庁帰れ、警視庁帰れ、帰れ、帰れ、おー、片付けれ、片付けれ、片付けれ、こんなの。よし、お疲れ様です。よし、入ろう、水持ってきて、あ、水向こうにありません、道反対、向こう、向こう、あ、向こう、向こう、はい、どうぞ、はい、残念ながら怪我人が出てしまったようで、はい、皆さん、少し確認します、怪我人も出てしまった、ごめんなさい、はい、着陸します、少し入って、整列、はい、ギボさん、ギボさん、手当て中ね、キャッやろう、捕まえろよ、じゃあ入ります、入ります。座ります。はい。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。腕組んで、ここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ、潰された、隊列を立て直す時は、今。揺さぶられ潰され
引きずられ倒れて進むべき道を端っこの方でみんな新しく入れようとする人を入れさせまいとして、そこでまたしっかり頑張ってたんですけれど、最後の方でですね、向こう側とこちら側の方で入れようとした人を入れさせまいということをやっていて、揺さぶってると間がパッと開いたんですよね。そしたらその間に義母さんが出ようとしたら、もう本当に義母さん一旦出たんです。で出たら今度義母さんを3人で取り囲んでぎゅうぎゅうしてたんです。
そしてやっと押し込めて、この入れた時に向こうのリーダーが来て、あの赤いパッカー、赤いパッカーやれって言ったんですよ。そうしたらバッと後ろからまた警察が警官来たので、女性3人でその警官をしっかりスクラムを組みまして、その登ったんですね。それで本当に今の違法行為、これが違法行為なんだ、こういう鉄柵を作って入れるのは私たちは犯罪者じゃないし違法行為なんです、これが違法行為なんです、これが違法行為なんですと言い続けたら、相手は危ないですよ、危険ですよ、手があれですよ、同じこと言ってましたけれども、それでも言い続けると違法行為って言ったらですね、相手のリーダーがだったらね弁護士呼んでこいって言ったんです。よかったね、いたの、うん、それで弁護士で三宅さんがいたので三宅さん探しに行ったんですけれど、またそこにいらっしゃらなくて、ところどころ言ってる中で相手がパッと交わす言葉の中に全くね威圧的な間違ったことを言いますから、それに対してもしっかりと返していきたいと思います。みんな本当に今日も目いっぱい、自分の体重の限り頑張って、今日もね、もうこうなったらもうダイエットやめましょうね皆さん。もうしっかりやめて、食べて、そして、体力つけて、そして相手のね力も結構強いんですけど負けていません。あの鉄柵ね結構動くんですよね。そしてあとは半分に折れましたよね今日。見てたらちょっと時間切れになって、もう相手の方が解放されましたけれども、うん、本当にみんなすごい力を持ってるな、ありがとう、すごい粘りと決意と、そしてまた若い人に話しかけて、一生懸命やってましたけども、20代です、20代ぐらいですね、20代、私はあなたの3倍よって言いました。頑張ろう、本当に、今日初めてっていう人います？あ、朝来るのが初めて、うわーすごいすごい、いつもリポートのあれには、椅子を並べました。多分今日の予定の数では10分では解除だけれども23分まで粘ってます。やっぱり効果ありますね。で、心配なのはロープを張り巡らせるという危険性がないかばっかり心配してずっと見てたんですが、大丈夫ですね。手かけたり引っ張られたりどなかったですね。よし、だんだん知恵もついてきた。脚立にすごく時間かかってるね。脚立を。聞こえてないね。誰も聞こえてないね。ロープを少し頑丈なやつに今日手配します。そうそうそう。時間あるから。6時過ぎに来て7時は時間1時間しか変わるから何でもできる。それから脚立、病院も風がついた。明日電話します。内緒でお願いします。楽しみ。あ、聞いてるか。ああ、まあ警察も見てんだろうな。しかし命がけだから、ある意味ね、体かかってるから無理はしないでくださいね。彼女初めてですか、キャタツに乗ってた。あ、いいね、キャタツの中段あたりに座り込んでそうだね、あれちょっと聞いてる。逆さまに吊らされて、あ、でも警察も見てんだろうね。いや、アナウンスです。抗議するんですけど、無理やり剥がされて、一生懸命だった。ありがとう。はい、
すいません、あの男性の方が軌道コンゴバックルでのバックルそこのところで引っかかって右手かな左手か3箇所ハンドエイドであの住むぐらいの傷なんですけども血がすごく流れてて、すいませんごめんなさい、この辺終了します。ここも汚れてまして、相手の機動隊もなんか 血で汚れてたということなんで、その時出血があったけれどももうすぐに出血して巻きるではないご本人さん、ちょっと、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ちょっと起きて、事故報告、みんなのためにみんなのため、みんなのためどういう状況であったか、走ってください。おっとさん、沖縄おっとさんがいてくれてるんで、中継してくれると思います。ごめんなさい、終了します。僕はなんかやってんな。あ、これはまあすげえ、あ、海子おばが止めてる。終了します、ごめんなさい、夫さん中継してるかわからないんですけど、ごめんなさい、ちょっと向こう見てみてください、お願いします。沖縄県警の服は一緒で分かりませんけど、雨が降ると雨がっぱがある。さすがにこの雨がっぱだけは取り替えられない。警視庁は後ろちゃんと警視庁と書いてあります。警視庁と書いてある、見えます。警視庁の最近のやり口は茨城さん、そうですよね、本当本当。まあたまにちょっと気合入りすぎて、ごめんね、片付いてしまった時です。あ、寒い、今日すごい寒いでしょ。残務処理のような仕事になると警視庁がどんと入ってくるんですね。これね、ひどいじゃない。本体の動きはやらないで、仕事が終わりそうになったら警視庁がやってきて、寒いやってるかのようにやるわけですね。ただ飯ぐらいはこれいくらなんでもやりすぎだろうっていうことで、はい、さん形だけやろうする、ふざけた話ですよ。だから沖縄県警にはそんなバカげとこがさ、ありがとう、君たちができるんだから警視庁出すなんです、こう言ってます。だから警視庁帰れっていうことは、いつからさん、おはようございます。俺は警視庁のところに来るための警視庁だ。どうしようか、ボクシング爆弾しろ、
帰れ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 。なんでこれだけの風でこんだけ県警に気をかけるかもうおかしいなしてたけど、最後になんで刑事が出てくんだ、アリバイだろこれ。俺たちもやってるってアリバイさせてんだろ、これしかないのか。え、あの高級リゾートを一旦奥飯食ってスタッフのベッドから出てくる、君たち機動隊の調子で午前に寝ておにぎりってこれ来るだろ、ここに持ってやれよ。やってるのにデタラメやったらほんと許せない。警視庁行かせ、だから警視庁がでかい通用するから清めたになるんだぞ。昨日皆さん警視庁があまりにもでかい通用するんで開催した時みんなと追いかけた。警視庁バカの顔です。昨日200名の警視庁が追いかけた。皆さんありがとうございます。はい、始まりました。走ってみてください。いいですね。警視庁のグリーンパーですよ。交通の妨害となるような方法で寝そべり、悪すぎたらどこで起こるの。大変危険で交通の妨害となるのか、後ろの方が停止をする道路に起きる禁止行為に該当します。そして最後の一番の後ろ側を検討させて、鈴木さんありがとう。警視庁がやってくるというこういうことですよ。皆さんが警告に従わず座り込みなどの違法行為を継続した場合、警察では周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため、中ちゃんおはよう。部隊により指定を行います。始まったよ。沖縄県警とは協議もできます。ゲート前で交通を行っている皆さんに報告します。警視庁の延長わからない。道路において交通の妨害となるような方法で寝てくる。だけど県警ダンスの再三言ってるよ、聞かない。大変危険で交通の妨害となるほか、道路交通法の道路における禁止行為に該当します。やんでたスピーカー。速やかに歩道など安全な場所へ移動してください。皆さんが警告に従わず座り込むなどの違法行為を継続した場合、警察では周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため部隊により指定を行います。県警はこの人が無駄だったことわかったんです。もう基地建設はできないんですよ皆さん。そうだ、できないことわかってる。だから警察にはですね、ルール抜きするならやりなさい。ああそうですね。道路において仕事にしてやれ。ただし警察がですね、目つき悪すぎますね。あいつは警察が政治的な仕事をしちゃダメです。だから暴力的になっちゃダメなんですよ。いいね、経験の経路暴力なるの禁止行為に該当します。君たちの親やおじいちゃんたちを飼うだろ。速やかに歩道など安全な場所へ移動してください。今日あの日本線の帽子のやつですね、みなゆか顔が来てません。すごい目つき悪いやつ、なんかみなゆか顔が増えてます。周辺道路等における安全や交通の円滑を確保するため路上道路です。やめてきます。やめて式が入ります。後ろが開きました。やめてきます。繰り返し、座り込めここへ座り込め腕組んでここへここへ座り込め探られ潰された隊列を立て直す時は今腕組んでここへここへ座り込め座り込めここへここへ座り込め
れ潰された団結を立て直す時は今歌うたいここおい女性だぞな、どこ座ってんのか。お願いします、大丈夫です。おい女性だぞ、どこ座ってるの。暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ。暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ、暴力やめろ。おい、腕折るつもりか。おい、暴力やめろ。暴力やめろ。おい
ボールやめろ。おい女性だぞ。かけるな。ゆっくりやれ、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 頭打ちよ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれ、ボールやめろ、ボールやめろ、ボールやめろ、ゆっくりやれ、ゆっくりやれよ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 、水をまいて真冬に私たちをずぶ濡れさせて追い出すかもしれない。しかしそういうところまで引き出せるなら、むしろ戦いは私たちが大きく動いていくことでしょう。前県から奮い立ってくるでしょう。そういう戦いが今予定されているというか、そういう動きになるのかな。緊張とそして絶対負けるかという吹き上げるようなエネルギーで体が締められているはずです。頑張っていきたいと思います。じゃあ今日もこれから始まりますが、体に気をつけて。初めての試みをやってます。多くは語りませんが、皆さん気をつけて、足元気をつけて、引っ張れた時にその引っ張るやつにあまり、自分の体が触れないようにしてください。やつらの顔色が見てみたいと思います。昨日はブルーシートを頭からかぶって撤退抗戦、やつらもまぐついてた。岩井さん、おはようございます。そしてどうしていいかわからんって感じですけど、やっぱり力づく。ブルーシートを両側から捕まって引っ張かす、そういうことですね。誰かが一人ブルーシートの端っこの縄に首を巻いてて、そしたらこれ丸ごと首もあーあーしてた。そしたら危ない危ない、機動隊同士でこれやめろやめろやめろってこう止めたんですけど、しかし皆さん、そういうことはお互いも気をつけましょう。みーさん、おはようございます。やる気がないように、一日で終わるわけじゃないですか。ありがとうございます。これから何ヶ月続くか戦いか分かりません。怪我は自ら怪我を招くようなことは控えましょう。ぜひお願いします。毎朝の確認事項ですが、機動隊に抜かれるとき必要以上の抵抗は体を痛めることになります。これは限界だなと思ったら力を抜いてください。そして引かれてください。また明日もありますから。ギラッテさん、おはようございます。ここに来られてるのは屈強な男たちが
一番怪我してます。抵抗が強いので勢い機動隊の反撃というか機動隊のごぼう抜け強くなります。そういう意味ではぜひ、初めての方もいらっしゃると思いますが大事にしてください。ウルマの皆さんが先週やられた時の、事故はあまりにも強い腕組みを剥がそうとして剥がそう右手で剥がそうとして左手は体を押さえたんですね。でこの原理ですから引っ張ろうつこうなります。こういう人だけ引っ張り方をしたからこの左手があばらを押しつけてあばらが折れちゃった、こういうことでした。ですからあまり激しい抵抗するとですね剥がそう剥がそうするのに手が脇腹かかっていてこうする瞬間にあばらやられたということでした。気をつけましょう。それからバタバタ暴れると押さえつけます。後ろからでも押さえます。首も押さえるし体も押さえます。この間背骨を折られた方は押さえられて肘攻撃膝攻撃をされて上から背中から押されて背中の骨を折れるという大変な事故です。今脚立に乗ってる人によく似てるんですけどだからそういう無理はしないようにですね体の大きい人ほど力の大きい人ほど抵抗が激しいのでそういう事故に遭いがちです。だから無理だと思ったら引いてください。引いて抜かれてください。大丈夫です。ここでやりすぎると怪我の原因になりますのでそのことを気をつけましょう。それから一番怖いのはここに膝を乗せる、これ何人もやれてて私の知人は友人は手術をせざるを得ないぐらい首をやられました。それからいつもここで世話している花城君心臓にももう限界が来てここに立てなくなっています。あんだけ屈強な体をしていますけどもう体に大きな負担がかかってここにも立てなくなっています。だからこの攻撃だけ目撃したら必ずみんな手を挙げてください。やりすぎだ膝攻撃をやるなやめろと言ってくださいね。これは最近やらせていませんけどとにかく やったら声を上げるということです。それからこの間ずっと言っているのは女性たちの足を引っ張り出すことは絶対出さない。これは皆さん確認してくださいよ。で女性の体そのものが人権の塊だ、女性を両足捕まえてバタバタして引っ張るってことは絶対出さない、これはレイプそのものだ、気取ったのたちを言ってあります。そしたら昨日から足を丁寧に持て丁寧にやれ丁寧にやれって言ってますね。皆さん聞いてくださいよ、丁寧にやれ丁寧にやれ、許しちゃいませんよね。女性運動 の根源の方いらっしゃいます。今日は激しくやるでしょうけど女性の頭を股先にして両方から引っ張ることが平気でやられてたんですからね。そういうことは絶対にさん経験恥を知れということで抗議をして今やりません。それから怪我はさせないということを言い続けたら頭だけはやらさないから頭って機動隊が抱えるようになってきます。そういうことをやっていることを彼らは見ているとですねやっぱり人のことだと思います。我々が言っていることを少しずつ少しずつ守ってきている分かるようになっています。そういう意味では声を上げなきゃなりませんね。声を上げましょう。暴力はしません。それから今までは引っこ抜くふりをして膝攻撃をかけてずっとねこれ機動隊言い続けますからね、これはやってはならない行為です。危険行為です、ね、そういうことですから様々なとにかくここでのやり口も静止をしながら頑張りをします。いいですね。ではそういうことで開きます。ヤースミスターヤース、ツッキーのダストさんごめんね長すぎて呼べんけどあ来てくれるとありがとうブルテクタ楽しみな見せてね。あもうトレーラーも確認されています。もうすぐ来ますね。ヤスさんの歌の後でもう始まります。でもトレーラーはもう確認されてますから。あ、金さんおはようございます。ありがとうございます。もう来ますね。おはようございます。歌で心をちいさんおはようございます。ありがとうございます。おはようございます。座り込めここへ、ここへ座り込め、腕組んでここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ潰された隊列を立て直す時は今、腕組んでここへ、ここへ座り込め。
り込めここへ、ここへ座り込め、歌歌い歌いここへ、ここへ座り込め、揺さぶられ潰され団結を立て直す時は おはようございます。あ、キイちゃんおはようございます。おまつさんおはようございます。ありがとうございます。どうぞ。さあね。あ、スカイさんおはようございます。沖縄も寒くなりましたよ。もうみんなこう寒いですね今日。鈴木さんおはようございます。うん、今日寒い。すごい。あ、山天使さんおはようございます。ありがとうございます。だんだん人が集まってくれてます。座り込みさんとするみたいな仲いい子かな。そうですね、行ったらいいですけどね、まあ昨日よりはちょっと集まってる人数は少ないですね。ともさんおはようございます、ブルーロータさんおはようございます。赤井さんおはようございます。石森さんおはようございます。はい、ツッキーさんおはようございます。じゃあ、お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。桜井さんおはようございます。昨日、一昨日は雨が降って
ビニールシートをかぶっての行動でしたが、大変ご苦労様です。体調崩してないかが気になりますけど、社長さん、お願いします。それでご用心ください。さて、昨日すごいことがあったのでまず確認しましょう。水曜行動で、那覇で1000名2000名の尾長支援の仲間たちが結集する中、ここにも朝7時で500人を数える大行動になりました。そして雨の中粘り抜いて午前中誰一人立たないで、ついにこの朝の水曜日の工事を全部止めることができました。あの警察さん、お願いします。力を合わせば工事を止められることが分かった。そしたら昨日うるま市の皆さんがやってきて、早朝バスを出してやってきました。56名、すごかったね。水曜行動の翌日木曜日は数が減ってちょっと心もとないんですが、昨日彼らがやってきたおかげで180人くらいの勢力になって大行動になりました。それでうるまの皆さんの提案はこういうことでした。水曜行動を週2日に広げる、その努力をうるまがやろう。毎週木曜日朝6時には来るという話をしていました。おお、すごい。それで私たちとしては、機動隊出てきました。週2日の行動は年が明けてから定期しようと思っていました。年内は水曜行動を定着させる水曜行動を定着させることで頑張ろうと思いましたが、うるまがこう言ってくれるんであれば、年内にも週2日行動の提案をしようというふうに思います。ぜひ頑張っていきましょう。40分あとはごしっくりは来ますからね、ここに全部釣れますね。じゃあ私たちとにかく週2日行動、6日間のうち2日しまったら3分の1、10年の3分の1は3年半ぐらい、工事は10年かかると言いますから、2日間止めれば工事は13年半になる。週3日半分止めたら、これはね2倍になっちゃうのが、10年の工事が20年かかってことになる。おー、そういうことでしょうか。工事はできないわけですよ、これ完全に止めないまでもですね。私たちの週2日行動3日行動が実行されれば、これ工事できなくなります。ぜひその危害を見せたいと思います。ただ私たちがこうやってギリギリ音を立てて戦いを強めていけば、向こうもその抵抗するでしょう。しかしどう考えても沖縄の基地とそこに放水車を出したりガス弾出したりしないでしょう。出せるなら出してばと言いたくなりますが、しかし雨のことだからやりかねないですね。上から見ると、ここへ座り込め座り込め、ここへここへ座り込め、暖かげここへここへ座り込め、引きずられ倒れても進むべき道を行く時は今、暖かげここへここへ座り込め、ここへ座り込め。おー、繰り返し名護警察署長からゲート前で沖縄が開く戦友を拒み、平和に生きるため、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、のこの海を守り抜くために、明日に迫るが立ち止まりはしない、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、
ためにの合わせてスクラム固めよう、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう。座り込む行為は大変危険で交通の妨害となるほか、道路交通法の今こそ立ち上がろう、今こそ立ち上がろう、今こそ奮い立とう、しきりの道は沖縄が開く、いくさえおこばり平和に今こそ立ち上がろう、おいゆっくりやれゆっくりやれ、ゆっくりやれゆっくりやれゆっくりやれ、怪我させるなよ、怪我させるなよ、ゆっくりやれゆっくりゆっくりやれ、おいゆっくりやれよゆっくりやれよ、おい女性手引っ張るな引っ張るな、おい折れるぞ折れるぞ、おい ゆっくりやれ¡Sí, sí, sí!
見てくださいこいつら、ね、ふざけやがる。おい引っ張ったら怪我するよ、怪我するぞ。